京都円町の、ラーメン松陽さん行ってまいりました。ちょっとねだいぶ酔っ払ってたので映像がほぼほぼないんですけれども、これでございます。美味しいです。僕醤油ラーメン好きです。ここの、で餃子も食べてますが、食べている映像が全くありません。こう女性だけでやられてるんですよね。遅くまでなのにご苦労様です。で気がついて回した頃にはもうこのありさまでございます。醤油系が、効いた、でもあのしっかりと、スープの、出汁も効いた、美味しい、ちょっと甘めあったかなの、ラーメンでございます。飲んだ後に食べると美味しいタイプのラーメンっていう僕の感じ、イメージなんですけどね。ご飯も食べたくなります。これご飯も多分食べてると思うんですけど、酔っ払ってなんか取り忘れてますねこれね。ラーメン松陽さんでございました。今度また行った時しっかりと撮影していきたいと思います。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。